どうも、寺田です。ですね。ガチャやりましょう。はい。ガチャやろう。今回は、なんかすごいらしい。年末年始スペシャル。これどうしようかなと思ってるんですよ、これ。幸運パッドプロフェッショナル 20% がすごいな。02がね、02じゃないんだよなと思って、1.4 倍だけど、欲しいけど、02じゃねえんだよな。プラ3の、プラ3のプラ3の2だが10、10ですね。とりあえずチケット使ってからだな、と。これ衣装もね、かわいい。衣装もかわいい、欲しい。で、こっちはですね、これです。幕開けショット2。ボールコンディションが大幅に良くなる。これがね、やっぱ多分、幕開けショット関係するなと思って。これかなと思って、350プラス、40、392か。そんな感じで打てると。ボールコンディションが大幅に良くなるは、これ関係するでしょう。ご来光ショット2。これもボールコンディションが良くなる。まあ、どうだろうな。いるかな、これ。フリーズショット。402とかか。すごいな。フリーズマインド。うん。フリーズセンス。なるほどね。まあ、これ、霊峰さんとかがやばいよね。グランドショット。霊峰さん。祝峰さん。距離が35ヤードアップ、風の影響を受けない、衝突時の反発が大幅に減少。387か。まあ、今回全力を出すまでもないかな。まだ、もっといいのが出てくるでしょう。とりあえずプレイガチャやりましょう。景気よくね。大体のウェアは手に入れてる。はい、変身ブレスレット2つ目。あ、もうない、もうないかな、もしかして。あるか。うさ耳カチューシャ2つ目。新作が欲しい、新作が。かんざし。なんて読むのこれ。読めねえ。確定か。確定ですね。これ340連できそうにないんですけど、まあまあそれは置いといて。まあ適当にやっていきましょう。この辺のガチャもやっていく、適当に。うん。当たらないか。まあ当たらない方が後半のガチャで当たるっていう可能性が高くなるんでいいでしょう。プラチナここで割っちゃいましょう。3本、プラチナ3本いきましょう。ダイヤモンドクラブだけだな、欲しいのは。ドリームスロットボール。
猫じゃらしボール、ボールボール、そしてボールと。ドリームスロットクラブなるほどね、ドリームスロットでつなげてきたか。では通常ガチャやりましょう。はい、8件、じゃあ5枚使います。この辺りで外れると、まあ外れですね。これは外れ外れで、で最終的にいいのが来るんで5枚使います。あ、当たっちゃったか。まあいいや。ここまでは、まあ。ゴアショートコート。普通の感覚かな。ずっと当たりが来ないっていう感じでもない。うん。アバーガチャ1枚いました。うん、レギュラーミディアム10神間。じゃあ行きましょう、やっちゃいましょう。第35回スーパーミンゴルフェスチケガチャ、まあ、こっちからいきますか。8セット目手に入れたら、なんとかして6セット目まで出すって感じ。うん。いきなり当たり！いきなり当たり！ダメージドクロ T シャツ。はい、バンバン行きましょう。おっと、 30% かなこれ。2回連続ですね。2つ目か。生き織物、生き着物、ボタンの髪飾りと。10分の2だね今。はい、ここで外れる。いや当たる。15分の3。当たり自体はいい。パッチワークスカートいいね、新作。お、やったぜ、ブルハイドシューズ。当たりすご。バンパイアのジャケット4回連続。あーやべえな、これ。当たりすぎだな、二つ目。4回連続で当たっちゃう。やばいな、これ。こいつはやべえ。また当たり、5回連続当たり。こうなってくると、クラブの方は当たらないと。ベルベットグローブ2つ目。残りは外れかな。当たりが集中しちゃったんで。あ、また当たり。うわ、やべ。めっちゃ当たってる。これはクラブで当たらないパターン来るな。ストライプミニスカート、そして新作、初物、初物。これはちょっと当たりすぎなんじゃないでしょうか。どうしようかな。こっち行く前にちょっと外しますか。ちょっと外れを引きましょう。
ハズレを引いてからのチャレンジにしよう。当たりすぎちゃったんで、ちょっと調整します。運調整。今3回外れ。で、4回外れ。5回外れと。5回外れたから、まあ少し当たり運が戻ってきたかなっていう感じですかね。じゃあ行きますか。本命。トリマーやるか。オカルトやります。はい、で出現割合が 24% と、まあ1本は出る、1本は出るでしょう。怖っ。おお、よかった、動画成立。やったやったやった Imperial IV Club やったぜ。おい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 やったぜおいやべえ、3つもいきなり出る。 いやもういい、もういい、別にもういいよ、もう出なくていいよ、もう出なくていいよ。ああ、出るんだ、嬉しいけど。いや、せっかくならなんかまだ来ちゃう、本当にそんなことある。やったぜおいやったぜおい、スリンガイ227クラブ。ちょ待った、これすごいな。バクアドガチャにしようかな。バクアドガチャ、やべえし。いや、これはもう外れてもいい、別に。うん、外れでいいわ。うん、まあ一応見ますか。いやー、来るんだなー、こういうことがあるんだなー。いや、当たりに来る。え、嘘。インペリアルゴールドボール3つ目、まさかの当たり。レア演出じゃん。レアすぎるわこれはね。すごいっすよ。この辺ですか。 0.05% を2回引いてますから。やべ。ベア。やば。やべ。当たりまくった。なんじゃそりゃ。いや、すっげえ当たった。ちょ、見ますか。見ちゃいましょう。やっちゃったぜ。これが近頃当てたやつですね。このエロ水着です。カラバリも、まあピンクにしてもいいけど、どうしようかな。これ、まあ後で考えよう。ですね。クラブ行きましょう。どっちがやばい？どっち？こっちがそうでもなさそうか。スリングアイ227はスローサークル。ああ、スローサークルか。なるほどね。スローサークルか。10、チャンスショット、アイは10か。
なーまあまあ使わないかな。使わないか。でもまあ初めての、いやこれよ、インペリアルアイビークラブ、これやばくねえ、もしかして令和の夜明け、令和の夜明けチャンショット C、ちょっと見るか。あー、風の影響を受けない衝突時の反発が減少っていう鬼っていう鬼、特大で2発撃てんのか。あー、一発しか撃てないのか、残念だな。 SBBP は 20% アップと。これのボールが欲しいね、これのボールが欲しい。ボール持ってないからね、インペリアルアイビーボールは持ってない。まあまあいいでしょう。じゃああとは、こちら金河新年服、金河新年中ハッピーゴルフイヤーは10か。まあこの辺が新しいね。嵐超得意、いいね。ストライプミニスカート、持ってないやつはいいね。スリングが、スイングオールがプラゴ、最大15か。なるほどね。ただこれはなかなかいいデザインだ。はい、あとこの辺もですね、ブルハイドシューズコン、風速予測のサニーデイグッド、サニーデイグッドはこんな感じか。セカーニがついてると。セカーニついてるのはちょっと取り回しはやりやすい。うん、以上。楽しかった。まあ大当たり会だったんですけど、これはね、文句は言っちゃいけない。こんだけ当てて文句は言えない。うん、まあ面白かった、面白かったっていうか、まあこれはついてたっていいと思うね。うん、ついてた、間違いなく。インペリアルアイビークラブ手に入れて、ボールさえあればもっと攻められるね、いろんなところに。攻めていけるということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。